제 12회 여기 세워주세요. こんにちは 현기です. こんにちは 運転手 기현です. 기현さん今日は私たちをとっても楽しいところを案内してくれるって聞いたんですが、皆さん仮面踊りってご存知ですか？あ、もちろんですよ。仮面踊り、そういえば今日目的地ってアンドン？そうですね、仮面踊りの故郷アンドンに行きますよ。うん、いいんじゃない？すげえ楽しそう。あ、早く行きましょう。じゃあ行きますか。せーの、出発。인사동으로 가주세요. 인사동으로 가주세요. 여기 세워주세요. 여기 세워주세요. 저도 맞아. 요원. 오. 준하나. 오. 사. 아, 산주잖아 이거. 에. 난시는데스카. 야야, 그러네. 다가르지 않을까 도까 이마 가끔 시대는. 웃어. 네, どうした？え、なんか当たった？え、ヨン様？え、インサドン？え、サイン会？嘘！え、ヨン様サイン会するんだってインサドンで。ちょっと待って、ヨン様でしょ？うん。え、それなのになんで僕に連絡してないの？え、仲いいんですか？誰と？ヨン様と。仲良くなりたいです。なりたい。嘘、もう行きたい。一緒に行く？どこに？インサドンに。インサドン？キケイさん、はい、インサドンに가주세요。は？インサドンに가주세요。ちょっと待ってよ、もう行くわけないでしょ、今アンドンに向かってるのに。いや、冗談です、冗談です、キケイさん、大丈夫です。無理無理。うん、行きたい。僕も実は行きたい。うん、行きたい。インサドン。으로가주세요인사동으로가주세요너인사동이기다갔다최연상연사마잖아그때그냥현사마답게자다메다메もう分かったよ。僕も行きたいんだよ、実は。でもさ、このキャンピングカー、タクシーでもないし、行きたいところ行けばいいんじゃないですか？ねえ、そうだよね。決まってないからね。まあ、タクシー乗った時の表現、インサドンを가주세요。タクシーに乗った時、運転手さんに自分が行きたい目的地を言わなきゃいけない時がありますよね。その時使う表現、インサドンを가주세요。インサドンを目的地です。あと、가주세요、行ってくださいの意味です。合わせて、インサドンを가주세요。そうですね、インサドンを가주세요。まあ、この場合、インサドンに行きたいってそういう表現なんですが、例えば、市長に行きたいですという場合は、市長を가주세요というふうに言えばいいですね。はい、そうですね。自分が行きたいところを入れればいいんですよ。市長を가주세요。インサドンを가주세요。あ、千代さん。あららら、もうそろそろじゃないですか。景色いいですね。綺麗。静かで。はい。え、なんか写真撮りたい。撮りたい？うん。機嫌さん、ちょっと休みますか？ここで止めてください。여기세워주세요。はい、ここで休みましょうか、じゃあ。ね、そうします？はい。じゃあ、そしたらとりあえず降りましょう。はい。はい。いやどうですか。うわ、社長になったら空気も空気吸ってみてください。いいでしょこれ。なんか都会と違いますよ ね、 ね。私が「よぎせよじゅせよ」と言ってよかったでしょ。よかったですよ。じゃあ記念として写真撮ります。はい、じゃあ僕撮りますよ。本当にありがとう。はい、どうじゃ あ、 じゃ あ、 じゃあはい、行きますよ。はい、せーの、キムチ。はい、もう一回。イエーイ。
もういいんじゃ。今度はヨン様。여기세워주세요여기세워주세요야지현쌤아리가또오가게들혼돈의아담아가스킬이시다아혼돈ですか뭐기계쌤も長い時間運転したから休まないとねそうですよね、うん、자それでは先ほど習った表現です車を止めたい時は여기세워주세요と言えばいいですよね。はい、여기세워주세요。私がタクシー乗ってよく使う表現です。また目的地に到着したとき、여기세워주세요を使えばいいんですよ。そうですよね。それでは여기세워주세요の意味を確認してみましょう。まず여기ここという意味ですね。세워止めるという意味です。주세요何々してください。それで合わせて여기세워주세요。ここに止めてくださいという意味です。そうですね。여기세워주세요よりもっと先に止めてほしいときは、うん、あそこに止めてください。저기세워주세요。저기세워주세요と言えばいいんですよ。ね、もうそろそろ到着じゃないですか。そうですよね。うん、もう安東に着いたんじゃないですか。うん、ねえ、着いたみたいですね。キゲンさん、はい、安藤に着きました。はい、お疲れ様でした。じゃあ、여기세워주세요。ああ、わかりました。じゃあ、今から安藤の亀踊りをたっぷり楽しむ準備をしてください。お準備満タンですよ。ね、行きますか。ね、はい、踊りに行きましょう。どんどこ、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 どんどこ。ここは韓国の伝統文化が最も味わえるところ、京山仏都に位置する安東です。安東は安東ハウェ村でとても有名です。安東ハウェ村は村全体が民族遺産に指定されるほど重要な村です。観光客に韓国の過去が見られるので、とても楽しいところです。村の入り口に位置するハウェ村仮面博物館では、安東を代表する仮面はもちろん、全国各地から選ばれたいろんな仮面が一目で見られます。それで仮面に関心のある国内または外国から観光客が訪れています。今ご覧になっているのが木を掘って作ったチャンスンというものです。このチャンスンは人の頭の形をした木造で村を安全に守る守護神の役割をしています。安東にはチャンスンを作る職人たちがいっぱいいます。大きい木を数万回掘って作るチャンスンに職人の魂がこもっています。職人の努力と秘密の技の中でこのようにもう一つのチャンスンが完成します。ガン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 。チェンさん、どこ？何？今踊ってる？そうだよ。踊りだったらこれでしょ。そうだよね。そうだよ。ね。安東では毎年、安東国際仮面踊りフェスティバルが開かれます。大勢の人たちが仮面をかぶってこのフェスティバルに参加しています。音楽に乗って観光客たちもとてもノリノリ楽しんでいますね。安東国際仮面踊りフェスティバルではもう一つの楽しみがあります。韓国の仮面だけでなく世界各国を代表する仮面が展示され他の国の伝統文化も味わえます。ここは仮面踊りを公演しているところです。世界各国の仮面踊りと韓国の民族仮面踊りが見られるところです。その中で最も人気高いのがこの韓国のポンサン仮面踊りです。約200年前から伝わってきたこのポンサン仮面踊りはブラックユーモアなあふれる韓国の伝統ダンスです。面白いジェスチャーとダンスは観光客にとても人気ありますね。
お祭りが開かれる最中、観光客たちは自分の願いを紙に書いています。本気で書いたらいつかきっと叶えますね。楽しい仮面踊りと面白い見物がたくさんあったんですね。韓国の伝統文化に会えるところ、そこはアンドンです。韓国京山북도に位置するアンドン、このアンドンはハフェ仮面踊りでとても有名ですね。アンドンに行くためにはソウルからバスで3時間、そして汽車は約4時間ぐらいかかります。それでは皆さん、アンドンならではのハーフェイ仮面踊りを学びながら楽しい旅行になってください。今日はタクシーを乗った時使う重要な表現を学びましたね。タクシーを乗った時、インサドンに行きたい時ありますよね。インサドンロカジュセヨを使えばいいんです。もし目的地が市長なら市長ロカジュセヨと言えばいいんですよ。それからタクシーが目的地に到着した時と、あとは、途中でタクシーを止めてほしい時使う表現、여기세워주세요、여기세워주세요を使えばいいです。タクシーを乗った時、인사동으로가주세요、止めてほしい時は여기세워주세요。みんなわかりましたね。全部覚えてください。頑張ってね。ジョナさんどうでした今日アンドン。楽しかったです、仮面踊り。本当にね、アンドンでね、いっぱいね、いろんな踊り見させてもらってね、よかったですね。そうですね、キャンピングカーで行く観光韓国語、この番組はインターネット www.arirang.co.kr で見ることができますよ。はい、それでは皆さん、今日はこの辺で、皆さんどまんなよ。